元織豊海元織かい大正2年2月15日は、明治期に活躍した国学者、元織のりながの義理の彦にあたる。陽明党くすのき、通称中英、和子秋屋。父は元織内藤、母は藤子。紀州和歌山に生まれる。弟に、歌人、音楽家の荒牧と仕陸軍大佐の徳田少年がいる。父が亡くなった後は、母の共同を得て、 科学を治め、紀州藩が江戸に設置した、藩校古学館の教授となる。明治維新後はその家系を重んぜられて、神技館に出資した。教部省において、新党大教制に進んだほか、国学者として、東京帝国大学、国学院、東京女子高等師範学校などに講師として、招かれた。大正天皇の皇太子時代には、東宮寺校を務め、大田所よりうど、 1906年には帝国学審議会員ともなる。また、国学和歌の交流を願って、大八修学会を主催した。明治24年に三条耳が死去した際に、葬儀祭主を務めた。明治42年、業績により、文学博士号を授与される。大正2年2月15日に、脳一血のため死去。男子に恵まれず、同じ国学者の松野伊佐を、 婿養子に迎えたが、娘の死後、松野は本許家を去り、残された孫の長いを講使とした。豊会の著書には、古今和歌集の注釈たる、が超うぐいス川図集、古今集講義、歌集、秋屋集、秋屋集周囲、祭祀集、誠辞集などがある。少年は、天保九年説もある。漢方第164号、大正2年2月18日。 ABC 山崎 &64 校。漢方第2291号。明治24年2月21日。服部とりとが、自転有名人の死亡診断金大編309ページ。漢方第5415号。除人及び、事例1901年7月22日。漢方第6926号。除人及び、 事例1906年7月31日。官方第163号、序任及び、事例1913年2月17日。官方第163号、序任及び、事例1913年2月17日。ありがとうございます。